はい、どうもミスター X です。今日は2019年の6月24日ということで、土曜日が6月22日が今年の夏至だったみたいですね。まあ皆さんですね、夏至はご存知かと思います。1年で一番昼間が長い日です ね。このタイミングで御堂筋、大阪メトロ御堂筋線が通りましたね。はい、夏至、まあ、一番1年の中でお昼が長い日ということで、まあ、夏至から2日後が今日ですね、6月24日なんですけども、今日が、何だったかな、あ、今日ですね、実は、まあ、トップバズで7万円を、久々に超えたということで、まあやっやってる作業量自体が、まあ、一時期ですね、最初の方は1日15本とか上げてたんですよ、15本ぐらい1日上げてて、で、まあ、結構結果も出て、おー、いい感じだなっていうことだったんですけども、まあ、途中5本、1日5本っていう1アカウントですね、1アカウント1日5本っていう感じで運用して、まあ、実際ですね、1日5本だと、まあ、どうなるかっていうことなんですけど、収益はそれほど出ないですね、1日5本だと、まあ、やっぱり確率論になってくるので、バズるバズらないも確率論なんですよね、まあ、たくさん動画をアップすればその分バズる確率は高くなるです。で、まあ、さらに、まあ、ここに動画のタイトルっていうものがとても大きく関係してくるわけなんですよね。じゃあどうしたらいいのっていうと、やっぱり動画をできるだけたくさんアップロードする、そしてタイトルを工夫するっていうところです。どうしても1日2本とか3本とかっていう本数になると、まあ数の威力ですよね、数の威力からすると弱いっていうのは、まあ誰でも分かることなのかなと。まあこのように神様はいないので、全てのことを操ることができるっていうのはなかなかないわけなんですよね。まあそんな中で確率を上げていく工夫ですよね。確率を上げていく工夫とすれば、まあこれはトップバズ塾でもお話ししてますけど、まあ一番は、タイトルですよっていうふうにですね、言ってます。で、さらに、もっと本質的な根本的なこと、まあ、これをお伝えするとすれば、やっぱり動画の本数ですよね、投稿本数を、まあ、月10万行きたければ、まあ、最低10本、最低1日10本を継続する、まあ、これが必要かなというのがトップバズですね。トップバズを続けてきて、まあ、続けてきた感想というよりも検証結果ですね。感想ではないです。検証をした結果から導き出された結論になります。なので、まあ、1日5本でいいですよとか、1日3本でいいですよ、バズりますよっていう情報があれば、それは本当にやってますかっていう疑問ですよね。
じゃあどれぐらいやってるんですかって、まあ、例えばそういう情報発信をされてる方がいた場合、どれぐらい1日本数上げてるんですかっていうのを、まあ、どれぐらいのクオリティで情報発信されてるのかっていうのも、まあ、チェックするのが必要かなっていうふうに感じます。で今回ですね、トップバズ塾ビッグデータバンクということで、まあ、新しい商品を、まあ、リリースさせていただいて、であとはですね、もう、まあ、内容的なところはお話ししてますので、まあ、いいのかなと。じゃあこの商品を買った後の、日々ですね、この商品を買った後の日々がどうなっていくのかっていうことを少しお話、あと1分ぐらいですね、1分ぐらいで お話しさせていただきますと、まあやっぱり動画を探さなくていいっていう、まあある意味ストレスですよね、ある意味ストレスを、まあ、お金は稼ぎたいんだけど動画を探すのが大変だ、動画を準備するのが大変だっていう、まあ、悩みはトップバズをやっていてなくならない悩みなんですよね。じゃあこの悩みを解決する商品があれば買うか買わないか、まずそういう商品がどうですかね、あるかもしれない、でもあるかもしれないんですけど全く同じ商品っていうのはまずないですよね。まず3人でトップバズ塾なるものを運営している人はいないんじゃないかなと思います。いたら申し訳ございません、訂正します。まあ、いないと仮定して、さらにその3人がストックした動画ですよね、3人がストックした動画を詰め込む、もう確率的にどうですかね、10ヶ月以上集めてきた準備してきた動画を全て詰め込んで商品としてお渡しする、これと全く同じ商品を提供している人っていうのはこの世にいないですね、天文学的な確率になるのでいないと思います。であとはどこで信用していただくかというと、まあ、毎日の、結果報告、検証トップバズ収益日記だったり、一番賞の、淀川のおっさんの結果報告だったり、ワンタウフルライフイズの、まあ、ミスター O ですね、謎の男の結果報告、まあ、こちらを見ていただいて、こうやってやってるんだ、こういう収益が出てるんだっていうことをご確認いただいて、であとはあとそうですね、判断材料とすればプレミアムトップバズ塾プレミアムキャンペーンという商品を今月初めに販売させていただきまして、じゃあその目玉のアカウントの代理運用がどうなってるかと言いますと、まあ、今日で1万9000円ぐらいですかね、1万8900円ぐらい、1万9000円ぐらいが、5日間ぐらいですかねの収益で上がってきてるっていう現状があります。まあ、これは購入した方のアカウントを講師3人が代理運用すると、まあ、こういった結果が出てますよっていうところですね。はい、であとはもうご自分でご決断いただくというところで、まあ、最後ですね、この動画が今日の11時59分までに上げれるかどうかちょっと分かりませんけども、まあ、ぜひですね、滑り込みでもいいですので申し込みの方お待ちしております。ということで最後までご覧いただきましてありがとうございます。